マハーバーラタは同名のヒンドゥー教を除辞し、マハーバーラタに基づくインドのテレビドラマである。ヒンディー語による全94話の連続ドラマで、初回は DD ナショナルにて1988年10月2日から1990年6月24日まで放送された。プロデューサーはバルデイブラージ・チョープラーで、彼の息子ラビ・チョープラーが制作の指揮を務めた。楽曲は、 ラージカマルの作曲による。脚本は、ウルデュゴ詩人のラーヒー・マスウム・レザーが、ビギアーサによる原作に基づいて制作した。番組のための衣装は、マガンレル・ドレスウォーラによって提供された。各話の放送時間は、約45分で、ジョ,ジョ主張の歌詞と、バガバト・ギーターにある二節からなる主題歌で始まった。アー・ジューンこと、フィローズ・カーン制作チームのメンバーだった。 キッショール・マルホートラによれば、この連続テレビドラマの創生作品は9000万、ルピーの名は、後に、フィローズ・カーンが芸名として釈用した。プラビー・インクマールは、超プラーがある俳優に対し、格好たる神話的なキャラクターを見出せると評価した、後で、ビーマ役に選ばれた。ジューヒー・チャーウラーを含む6人ほどの女優が、ドラウパディー役の候補となったが、チャーウラーは、 映画の仕事を得て番組を辞退した。ラムやクリシュナとルーパ・ガングリーが最後に残りヒンディー語が上手であったことから最終的にガングリーが選ばれた。ゴービンダとチャンキー・パーンデーがアビマニー役として契約したが彼らは映画の仕事を得て辞退した。最終的にマスター・マユールがその役を演じた。他、ドラマの場面や本来の女子詞に含まれる神話などを視聴者に 解説する時間も設けられ、歴史家などが毎回ドラマにゲスト出演した。2016年の舞台作品に出演中のニティッシュ、バーラドワージテレビドラマ、マハヤバーラタは放送が始まると、たちまち人気番組となり、最高で92%もの視聴率を獲得した。番組は、日曜日の午前9時から放送されていたが、多くの人がテレビを視聴したため、各家庭では、 朝食の時間がずらされ、公共的なイベントがこの番組の時間帯を避けてスケジュールを組むことさえあった。放送時間帯は街中でタクシーを拾うのも困難であった。使用人のいる家庭では通常は使用人がいれない主人の支室にあるテレビで使用人が番組を見られるように配慮されることもあったという。日本の読売新聞の1996年の報道では 最初の放送から7年経った1996年時点でも、ドラマ、マハーバーラタの人気は衰えず、日曜日の午前11時半からの放送を国民の3分の1が視聴し、その時間帯には、首都ニューデリーでも自動車の交通量が激減するほどで、あった。なお、出演者中で、最も人気のあった俳優は、クリシュナ役の日ティシュバーラドアージであったと言われている。 放送当時、インドの一般市民における、識字率は4割未満と言われており、ドラマは、特撮映像をふんだんに用いた、娯楽性の高い作りとなった。イギリスでは BBC にて放送され、500万人の視聴者を獲得した。番組はまた、1991年に改革された、後の BBC にて放送された初期の番組であったが、その前年には、 bbc1 にて深夜番組として放送されていた。このテレビドラマは、そのタミル語吹き替え版と一緒にウェブサイト、r a j s h r i c o m にアップロードされた。また、そのベンガル語吹き替え版の家庭用ビデオソフトが、ハートビデオから発売された。ルパゴングリーテレビドラマ、マハヤバーラタは、同じく女子詩を題材とした、テレビドラマ、ラーマーヤナと同様に、 インドのテレビ番組において成功を収めた神話ものドラマの一つとなった。多くの出演者が番組放送期間を通して人気を博した。ムケシュカンナはビーシマー役で名声を得て自身の会社に登場人物から取った名称をつけた。ガングリーはベンガル語映画での成功した女優の一人となった。アナンダ・ミトラによるインドにおけるテレビと大衆文化ではドラマ マハーバーラタの政治や社会に対する影響が指摘されている。本来の女ジ詩ジ、マハーバーラタは物語が語り継がれるインドの各地域の文化が反映され、各地域ごとに異なるイメージで捉えられていた。クリシュナ人への信仰にも地域ごとの違いがあった。ところが全国ネットで放送されたこのドラマは女ジ詩ジの マハーバーラタの地域ごとのイメージをヒンドゥー史上主義に結びつく一つのイメージで上書きし統一化していきクリシュナ信仰のあり方も一元化に向かわせていったという。また、多神教のヒンドゥー教には中心的な存在がなかったがドラマに登場したクリシュナのイメージがその中心的な位置づけを得たという。こうした影響はドラマママハーバーラタの前にドラマ ラーマーヤナが放送されていた頃から見られていた。これらのテレビドラマはヒンドゥー原理主義の台頭を招き、原理主義者による一般市民への宣伝に利用され、ヒンドゥー教の排外主義につながったとも指摘されている。ヒンドゥー原理主義の勢力拡大の結果、ヒンドゥー場上主義を掲げるインド人民党が1988年の 総選挙で大幅に議席を伸ばし、1996年の総選挙では、当時の与党、国民会議派を破って第一党となった。そして1998年には、他党との連立政権を樹立した。このインド人民党の躍進も、ドラマ、マハーバーラタ人気が、追い風となったとも言われている。ありがとうございます。